ノルディックスキーワールドカップ W 杯ジャンプ男子個人第19戦予選16日札幌市大倉山ジャンプ競技場ヒルサイズイコール HS137 メートルレジェンド葛西の明51イコール土屋ホームが20年以来4シーズンぶりに W 杯予選を突破した 106メートルの45位で17日の本戦に進出できる50位以内にギリギリ入り、自身が持つギネス世界記録の W 杯個人通算569試合出場を更新する570試合目の出場権を得た。開催国枠で W 杯代表入りを果たし、予選に臨んだ。エントリー57人中50位に入ればよかったが、 思うように記録が伸びず45位。第一声は、危ねえだった。続けて、緊張しちゃって、みんなが騒ぐから試合、本戦、くらい緊張した、と苦笑いした。昨季は体調不良による他選手の欠場によって、急遽直前に繰り上げで予選にエントリー。だが調整が間に合わず51位、55位で本戦進出を逃した。 W 杯出場回数は本戦の出場回数。予選での敗退で、ギネス世界記録の更新とはならなかった。W 杯デビューは88年12月17日札幌大会、宮の森、で16歳だった。以来、怪我で離脱した94から95年を除き、 海外遠征メンバーとして参戦していた19から20年までの31シーズン W 杯出場を重ね、歴代最多を誇る。予選に向けて国内大会で調子を上げていた。3日 TVH 杯で優勝、12日雪印メグミルク杯で2位と2試合連続で表彰台に立った。 雪印メグミルクハイではヒルサイズ声の141メートルの大ジャンプを披露。まず予選を通らなければならないという試合並みのプレッシャーがあると思う。それを打ち破って予選突破して570試合目出場を決めたい、と意気込んでいた。